もうちょっと君と一緒にいたいな。できれば午後まで。わかった。じゃあ、一緒にお風呂に入ろうか。君がシャワーを使いたいだろうと思って。僕もなんだ、昨日はそのまま寝ちゃったから。一緒に入れば効率がいいと思わない？僕もちゃんと起きて仕事を頑張るから。応援してくれるよね、リリーちゃん。昼はシギと会食、ダンテも一緒にね。だけど夕食までには帰ってこられるよ。君は屋敷にいるばかりで退屈じゃない？バルトロは君を働かせたくないようだし、本を読むくらいしかすることがないんだろう。どこにでも好きに出かけていいよとは言えないけど、時間が作れたらまた二人で出かけようね。今はまだしなくちゃならないことが山積みで、君を待たせてばかりで申し訳ないな。ごめん。だけど僕は君を失いたくない。それはしたくなったから。どうしてそんな言い方するかな。いくらなんでもあんな聞き方は意地悪すぎると思うんだけど。
スしたくなった理由なんて決まっている。君のことが好きだから。どうしようもなく好きだって気持ちが溢れて我慢できなくなったからだ。だけどそんな理由、今の君にはとても聞かせられない。僕はもう君のことをずいぶん傷つけて悩ませてしまったから。君がそうしてくれたように、僕もこれからは誠実に答えたい。半端な状態で愛を囁くなんて無責任なことしたくないんだ。少しだけ待っていて。今はまだしなくちゃならないことが山積みで、君を待たせてばかりで申し訳ないな。ああそうだ、せっかく時間があるんだし、ルナディミエーレのことをどこに行きたいか考えておいて。ああそうだね、まだ結婚しているわけじゃないし、フィアンセって言った方が良かったかな。え？あ、そうか。ごめんね、リリー。正式な申し込みが遅れていて。あれからいろんなことがあったから、まだ指輪を用意できていなくて。リリー？僕のお嫁さんにならない？え？リリーちゃん？冗談だと思っていたんだ、僕のプロポーズ。リリーちゃん？ちゃんとこっちを見て、僕の目を見て喋って。
仕方ないな、もう。まあ、あれは僕にも非があったよね。本気だったけど、あんな風に勢いで言うつもりはなくて、僕もその反省していたくらいだし。僕は本気だよ。君と結婚したいと思っているし、指輪の用意ができたらまた改めて伝えるつもりだった。続きは指輪を渡した後に聞かせて。先にリビングに行っているね。ダメ、そんなに可愛い顔をしている君は誰にも見せたくないから。俺なりの答えを出した。だとしても俺たちには使命がある。ブルローネから離れるわけにはいかない。もし聖遺物がなくなればどうかな。使命をなくすことができるとしたら、ダンテはこの町を捨てられる？後で部屋に行くよ。僕だよ。入っていいかな。ダンテと話をしたよ。僕のすべきことは定まったと思う。正直、僕は墓守の一族の使命なんて馬鹿らしいと思っていたけど、これが僕の使命なのかもって思えるものが今は目の前に見えているね。リリー、君は僕を信じてくれる？ありがとう。僕みたいな嘘つきを君はいつも信じてくれた。今までずっと君が隣にいてくれるから、僕は何があっても進んでいける。
いや、何も異常はございません。仕事は順調ですし、体調も万全でございます。心身ともに万全の健康ですので、どうかお気になさらず。これは大したものではございません。人に渡そうとしていたものですから、贈り物といえばそうなのですが、そもそも。いいえ、いけません。渡せません。そもそも私たちはこういうものを贈るような間柄とは言えないと言いますか。彼女は手仕事が多いですから、装飾品など贈られても邪魔になるだけでしょうし。とにかく私から渡すのは不可能です。そのどなたかが届けてくださるというのであれば話は別ですが。いいですか、シニョリーナ。くれぐれも私からの贈り物だとは伝えないように。約束していただけないのでしたらお渡しできません。それはもちろん構わないよ。あ、でも僕はこれから仕事があるんだ。あの、俺が一緒に行きましょうか。ちょうどこれからパルツォーネの屋敷に行く用事があるんで。はい。ただ俺の用事夕方くらいまでかかりそうなんで、帰りはちょっと待たせちゃうかもしれないんですが。じゃあお願いするよ、レオ。彼女のことよろしくね。じゃあリリー、今夜も早めに帰れるように頑張るね。
なんだかニコラさん、このところますますあなたのことが好きで仕方ないって感じですよね。じゃあできるだけ急いで片付けてきますね。途中でちょっと出たりもするんで、あなたはのんびりしててください。あらまあ、リリーいらっしゃい。今日はどうなさったんです？あらまさかバルトロが？そうですか。届けてくれてありがとうございます、リリー。彼には後で私からお礼を言っておきます。今日はこのためにファルツォーネまで来てくれたんです？まあ嬉しい。もし時間があるなら一緒にお菓子でも作りませんか？ダンテ坊ちゃんやニコラ坊ちゃんに届けてくださると助かります。ありがとうございます。ニコラ・フランチェスカは最低の男だね。墓守の一族の血が流れていると言ってもやっぱり後継者じゃないせいか。あまりに道理をわきまえてない。人の心がない。知ってる？ダンテを釈放するために彼は自分の親戚を身代わりに差し出したんだ。ファシストどもにラウル・ギルランダイオを逮捕させるよう仕向けた。ラウルは拷問された挙句に有罪となり処刑されるだろう。俺の言葉の意味がわからないのか。どうして平気な顔をしていられる？彼が人殺しでも、何が好きだ？
お前の好きなんて錯覚だって言ってるだろ。ただちに惹かれただけのくせに。あの男に本気で愛されてると思ってるのか。勘違いだっていい加減に気づけよ。でもお前には何も伝えないんだろう。鍵の乙女のこともラウルを陥れたことだって聞いてなかったくせに。妹がいるんだ。どこか君に似てる。だから人ごとには思えなかった。悪い、強くつかみすぎた。彼が姿を見せたということは、ニコラに頼まれたこと調べがついた。リリー、話があるんだけど。僕の話はどちらかといえばいいことなんだけど、君の話から聞こうかな。リリー、右手を見せて。
誰にやられた？屋敷に入ってきたのか？いや、確かに彼ならできるかもしれない。だけど君に危害を加えるなんて。ごめん、僕がそばにいなくて。どういうこと？そうか。でも、どうしてそこまで？君がそう言うなら、それは信じるよ。君は僕の嘘を見抜くのもうまいしね。オルロックが僕の欲しい情報を手に入れてきてくれた。鍵の乙女に関する伝承について詳しい人間を見つけ出したんだ。だから僕はローマに行ってくるよ。直接会って情報を得てくるつもりだ。ついでにローマで片付けたい仕事もあるし。本当は君も連れて行きたい。離れているのは心配だから。けど僕が連れ回すよりここにいる方が君を守りやすい。屋敷の護衛も増やす。痛くない？君が無事だったのはもちろん嬉しいよ。だけどテオがどういうつもりであれ、僕の大事な人を傷つけた。怖い思いをさせた。それは絶対に許せることじゃない。きっと僕は君が思っているより心が狭いんだ。この前君がダンテと二人で教会に来た時も、あの時はそれどころじゃなかったから言わなかったけど、本当はちょっと嫌だった。今後はこちらの屋敷の警備もより強化する。ニコラがブルローネを留守にしている間も安心できるようにな。しかしローマか。ファルツォーネに協力する一族が強国に存在しているという話は聞いたことがある。だが全く接触がないし、もう途絶えて久しいものと思っていた。一族の伝承に関わる話なら本当は俺も行きたいところだが、今この町を僕たち二人が開けるのはファミリーのために良くない。仕事はたくさんあるし、
ダンテは長く死刑に拘留されていた分、取引先の信頼も回復しなくちゃいけない。それにビスコンティの屋敷の件も解決していないしね。本当はね、僕はずっとリリーのそばにいたいんだ。だけどカポがあちこち動き回るのは愚策だよ。それに今回はどうしても僕自身で確かめたいこともあるから。わかった。いつ立つ？もう準備はできているんだ。だから明日の朝にでも。行ってくるね、リリー。そうだな、トラブルがなければ1週間くらいで戻れると思う。必ず帰ってくるから、いい子で待っていてね。君は僕の恋人なんだ。いない間、他の男に触らせたらダメだよ。